時刻の扱いなんかっていうのは、はい、あのずれるってことですか、9時間。はい、あの1回変えてまた戻すってのができないんですね。1回変えて、あの日本のに合わせて、はい、それで運営して構築していくと、構築して動かしていくと、もう他の時間に戻せなくなる、変えられなくなっちゃうんですよ。変えられないというか。あ、でもそれは仕方ないな。データベースに日本の時間で入れてた、はいはい、そういう話ですよね。それがすごく嫌だというか、面倒というか、億劫なんで、最初からあれなんて、UEC でしたっけ、UTC、 国際基準の方でやればいいんでしょうけど、日本語でついやっちゃったやつとかがもう戻せないんで、その点がすっごく嫌でしたね。タイムゾーンの時間とかをデータベースに入れてるわけじゃないので、決め打ちでわざわざ直さなきゃいけないので、機械的に直せないので、XHTMA の質問ありません？本当そっちの方が専門というか、もう何年もやってるもんなので。はい、 W3C 信者の人に政治性かなを使う人が多いような気がするんですが、それはなぜですか？野崎武秀さんっていう方がいらっしゃるんですね。で、その方が日本でというか、この業界で一番政治性かなを古くから使われている方で、その方が ISO HTML というすごく厳格な HTML の中の Python みたいな仕様を使ってらっしゃって、その方がですね、すごい PC Types っていうすごい HTML の参考書みたいなサイトを開いてらっしゃるんですよ。で、そこを見てサイトを HTML を覚えた方が結構いらっしゃるので、その色に染まっちゃって政治性かなって人が多いんだと思います。お、ありがとうございます。はい。他は、あ、どうぞ。XHTML でのフレームワークの話でもないんですけど、はい、オペラが好きっていうことなんですけど、僕はまあオペラが好きなんですけど、好きな点はどうだったんですか？オペラ信者を。カスタマイズがかなり便利にできて、サイトごとの設定とかを何もしないで最初からできるようになったりとか、あの Firefox のアドブロックみたいなのが標準でついてたりとか、あと見た目の、いや見た目がかなりすごくいじれて、タブとかを全部取っ払ったり、スタートバーとか全部取っ払ったりが、もう右クリックからリムーブですぐできるのがとても素晴らしいと思いました。他にありません？原子テンプレート言語で使ってるっておっしゃったんですけど、はい、どういうところが良かったですか？あの、XW3C 信者なんで、基本的に、あの、なんて言えばいいんでしょうね。XML 標準、はい、嬉しい。あの、発音の仕方が分かんないんですけど、ウィール、ウェル、フォーマット。フォーマティブなじゃない XML を書きたくないので、ジャンゴとかですともう if とかを挟まなきゃいけないんで、基本的に仕様からそぐわないのになってしまうので、やっぱり原子とかで pi コロンなんとかかんとか if とかできた方がいいですね。 XSLT のも勉強してたので、もうそこの応用でできる部分も多いですので、僕はレイルズを使ってるんですけど、はい、ERB はどの辺が嫌なんですか？やっぱりさっき原子の時に答えたのと似通う点が多いんですけど、あれは本当に嫌なんですね。性に合わないんで。あの PHP も同じ理由でダメなんで。他はどうぞ。最近の高校生のプログラムとかですね、受賞っていうのは、なんか友達でも言ってるとか。私が通ってる高校はですね、情報科ってものがあるんですね。情報科80人の中、プログラミングやってるの私含めて2人です。情報科って
工業系の情報と商業系の情報、商業系の情報です、うん、あ、ありましたシスアドとか撮ってる感じですね2人ですね。でもう片方の方はシーとパールです。はい、他はありますか